いやなんかね、慌ててお買い物来たんですけど、もうね、すでにね、平日の朝と思えないぐらいの人出がスーパーにもうガチャガチャっといますね。っていうかね、スーパーの中にも普通に入れない状態ですね。もう行列、行列です。並んでから25分ぐらい、30分はかからないぐらいだったんですけど、やっと入店することができました。中は結構普通の、平日のなんか朝のスーパーと同じぐらいの人入りなんですね。まあ、密にならないように、ね、してるっていうあれで、入場制限をかけてるんでしょうけどね。それにしてもこのちょっと肉、もう野菜はね、もうみんな野菜食えよっていうぐらいね、野菜はいっぱいあるんですけど、肉がない。すごっ。肉をね、買いに来たんですけどね、うちディネコさん肉ばっか食べるんで、肉がないんですよ、うち。トイレットペーパーをね、なぜか、なんていうのかな、一つのカゴに必ず一つは入ってるような、そんな状態ですね。すごい。やっぱりなんだね。まあ、うちは本当に小麦粉がないから買うけど。ウケる。もう案の定小麦粉がね、もうすぐ空になってましたね。なんでみんな小麦粉すげえ買うんだろう。本当ウケる。まあ、うちはね、真面目に小麦粉はないんですよ。ちょっと今日ね、餃子作ろうかなと思ってるんですけど、餃子作るも何もひき肉がないね。去年からね、コロナのことでいろいろありましたけど、まあ、ブリスベンって初めてのロックダウンなんですね。まあ、そういうのもあって余計こう焦ってんのかなっていうふうに思いました。私はね、別に辛ラーメンとかそうめんとか食べてればいいので、3日間ね、まあカレーもあるし、まあ3日ぐらいだったらまあ生きていけるかなって感じなんですけど、まあ一応っていうことでね、お肉系が全然なかったんで、まあ、そう思って行きましたけどそれにしてもすごい人出でしたね。あんな、なんつうんだろう、正月の初売りみたいにね、とかスーパーに入るのであんな並んで、出るのも並んで、いやちょっと今もね、すごいですよ、この道路、スーパーに入るためのこの渋滞、やばいです。朝見た時よりも、この私が来る時に見たよりもやばいことになってますね。今回のね、この3日間のロックダウンは、まあ最近出た突然変異種のその感染拡大をストップするために、その週末の移動を制限するっていうことでかけたロックダウンで、まあクイーンズランド州全体ではなくって、そのまあ人口の多い、まあ、ブリスベン近辺の、まあ、5つの市というか地区というか、まあそこのね、ロックダウンなんですね。だからね、こんなにね、ほんと、まさかみんなもうちょっとね、のんびりしてるもんかなと思ったら、もうすごいですね。こういう行動はオーストラリアのね、皆さん本当に早いんですよね。まあちょっと、なんて言っていいかわかりませんけど。いや、それにしてもね、ほんとまさか、あそこまであんな風になってるとは思わなかったので、
なんていうかこんなねドスッピンの眉毛なしの状態でね動画を撮っていろいろペラペラ喋ることになるとは思わなかったんですけれども、まあ、ちょっとねこんな状況っていうのもねなかなかないと思うので一応ね動画に収めてみました。はい、今ねお家に帰ってきたわけなんですけれども、そうですね、買い物にかかった時間はだいたいその入る時に30分弱で、まあぐらっと回って、で私はそんなに大して買うものもなかったし、あとね中に入ったらそんなに人は多くなかったんですね。その密を避けるために入場制限をかけてたので、行列ができてたってわけなんですけれども、まあそんなわけで、中で買い物するのはかなり快適な状態でした。で、まあ私は本当ソーセージ3パックと、あとは、まあ一応ね、全然ないわけじゃないけど、まあ2人分にはちょっと届かない分ぐらいしかパスタがなかったので、まあパスタも一応買い足して、小麦粉までうちね、全然なかったんですよ。だからまあ小麦粉を買っとくかっていう感じで、まあ、案の定ね、本当パスタ小麦粉はね、動画の中でも出てきましたけど、本当にもう空になってましたね。朝の10時半ぐらいにね、お買い物したわけなんですけれども、もう結構すでにね、まあそういったね、人気商品っていうんですか、そういったものはね、だいぶもうザスザスにもう空っぽになってましたね。ね、会計をするときにもかなりの長蛇の列になってまして、オーストラリアの皆さんってね、一回に買い物をする量がね、半端ないんですよね。その量っていうのはどのぐらいの期間をかけて何人で一体消費するんだろうっていうぐらい、本当にもうなんか保育園児が 3,4 人入るぐらいの大きなサイズのトロリーっていうのがね、もう本当日本だったらコストコとかでしか見ないような大きいサイズのショッピングカート、それがまあオーストラリアのスーパーって普通にあるんですけれども、もうそのね、そんな大きいサイズのトロリーにもうね、もう山盛りになるぐらいの量の買い物を普通にするんですよ。まあ例に漏れず皆さんそんなような感じでかなりの量を買い物されてたし、まあいつもより以上にそういう大量の買い物をされる方の割合っていうのがね、多かったような気がするんですね。だからそういうののせいで、なんていうのかな、やっぱり大量買いする人ってセルフレジとかやらないっぽいんですよね。そのまあ友人のレジに行って、まあそのスタッフにピッピピッピやって詰めてってもらうみたいな感じだと思うんですけども、そっちのレジはね、すごいもうギャンギャンに詰まってたんですよ。で、私はもう本当にもうソーセージ3パックとパスタと小麦粉だけかな、今日買ったの。もうこの5アイテムだけだったんですね。本当にもうなんかこれしか買わないのに申し訳ないっていう感じぐらいしか買ってなかったんですけれども、そういうね、少ないアイテムだけの人は、まあ、セルフレジとか、あとはそのね、15アイテム未満のその、エクスプレスレインって言って、そういう少ないアイテムの人だけが通れる友人のそのレジがあるんですね。まあ、そこはかなりガラ空きだったので、まあ、私はその会計のその並ぶところまでは、かなり並んだんですけど、まあ、そのね、会計自体は自分でセルフレジでピピピってやったんで、まあ、すぐに終わりましたかね。まあ、並んでて思ったんですけど、まあ、そんなにね、怒ってる人とかもいなかったし、まあ、うちの地域はですけど、そんなにこうなんか、ふざけんなみたいな感じの人は全然いなかったし、で、スタッフにね、八つ当たりするような人もいなかったしね。まあ、日本だったらね、結構なんか、おい、どうなってんだとか言う人ね、必ずいらっしゃるんですけど、まあ、いなかったですね、そういうのはね。でね、やっぱりね、トイレットペーパーとか買ってる人、いましたね。結構な割合の人が、トイレットペーパーをね、トロリーの中に入れてましたね。紙製品、ティッシュとか、キッチンペーパーとか。2人に1人はね、そういった製品買ってましたね。うちはね、ほんと先週のまあ月曜日だか火曜日ぐらいにお買い物したばっかりなんで、まあまあまあね、中にいろいろ入ってるんですよ。だからね、ちょっとビールとかちょっと邪魔なんで飲んじゃってます。ね、でこっから金土日、まあ今日の夜からね、まあロックダウンがかかるわけなんですけれども、今回かけたロックダウンが功を奏して、ちゃんとブリスベンのみならずね、クイーンズランド、それからオーストラリア全体にね、そういった変異種っていうのが広がらないようにもう祈るばかりですね。今回は緊急アップロードということでね、ちょっとドスッピンですいません、動画をアップさせていただきました。また次の動画でぜひお会いいたしましょう。ごきげんよう。